笹寿司笹寿司とは、寿司飯と寿司種を熊笹の葉でくるんだ寿司の一種である。石川県白山六地域の笹寿司は、2枚の熊笹の葉でくるみ、箱に詰めて圧をかけて仕上げる、押し寿司の一種。白山市や能登地方では祭りに欠かせない料理である。長野県、新潟県で作られている笹寿司は、笹の葉の上に寿司飯を盛り、具材や薬味を乗せた。 郷土料理である。この料理については笹寿司を参照のこと。本校では石川県のものを扱う。ネタには鮭、マス、シイラ、タイなどの魚類のほか油揚げを使うこともある。薬味として山椒の葉、生姜レモンの薄切り桜エビごま、こんのりなどがあしらわれる。石川県の寿司弁当メーカー、芝寿司の代表商品に、 笹寿司があるが、笹餅をヒントに考案されたものとされる。一枚の葉を広げ、その上に薬味、ネタ、寿司飯の順に乗せる。桜エビなどの乾物は、寿司飯の上に乗せる。歯で巻き込むように包み、手で上から軽く押さえて、形を整える。もう一枚の葉を最初の葉と垂直になるように重ねて包む。押し寿司用の箱に隙間のないように詰め込み。 上からおもしを乗せる。一晩置くと食べられるようになる。クマザサの葉には抗菌作用があると言われ、2.3日程度は提案書で保存することができる。ありがとうございます。